まあ、感覚的にも人の気持ちにも敏感な子どものことを、まあ、ちょっとした物音でも聞きつける、いわゆるまあ地獄耳みたいなところがあるとか、あとはまあ匂いに敏感、鼻が効くとかね、あと肌触り、こうチクチクしたものが苦手。富山県の病院に勤務する心療内科医の明橋大二さん64歳です。 HSC の子どもたちとの接し方や親の心がけなどを記し、シリーズ累計で500万部を超えた子育てハッピーアドバイスの著者です。昨日は鹿児島市で教育関係者向けに講演会を開き、繊細な子どもたちへの理解を呼びかけました。人の気持ちに気づくのですごく優しいところがあったり、あるいは人が気づかないことに気づくので、こう鋭いところがあったり、そういう長所はたくさんあるんですけども、まあ、その一方で人の言葉とか環境によってダメージを受けやすいとか。 HSC は病気や障害ではなく生まれつきの気質です。明橋さんは HSC の目安として23項目のチェックリストを挙げています。驚かされるのが苦手、親の心を読む、たくさんのことを質問する、完璧主義、誰かのつらい思いに気づく、うるさい場所を嫌がるなどで、13項目以上が当てはまれば HSC の可能性があると言われています。ただ一つや二つでもその度合いが極端に強ければ HSC の可能性があるそうです。大型連休が終わったばかりのこの時期、環境の変化に弱いとされる HSC の子どもたちは注意が必要です。やる気や集中力が落ちたり、心や体に不調が現れたりする5月病の時期とも重なるためです。まあ、4月はその緊張感でなんとかやってますけども、まあ連休でちょっとこう、まあその緊張の糸がこう、まあ切れるというか、そうすると今までの疲れがとっと出てきて、それがなかなか回復しないまま連休明けを迎えちゃうと。まずはやはり、まあゆっくり休むと。無理をさせず体力を回復させることを大切にしてほしいとした上で、登校を渋る場合は休ませる配慮も必要だといいます。そのわがままとかで言ってるんじゃなくて、子どもだってやっぱり学校行かなきゃならないっていうことはもう十分分かってるわけですから、行けとか行くなとか言う前にまず子どもの気持ちをこう共感するというか理解するっていうことが大事だと思うんですね。また HSC に配慮することは、さまざまな子どもが安心して学校生活を送ることにつながるとアドバイスします。先生の怒鳴り声が嫌だっていうのは、別にその HSC の子だけじゃなくてみんなが嫌なことなんですよね。そういうみんなが嫌なこと、辛いことを人一倍敏感な感性で教えてくれるのが HSC っていう存在ですから、その HSC に配慮することによって、実は全ての子どもたちが過ごしやすい学校づくりにつながることになる。この数年間で HSC に対する理解が進んでいるのを感じているという明橋さん。多様な存在を受け入れる社会になってほしいと願っています。一つの特性に配慮する社会っていうのは、全ての人に優しい社会なんです。今その駅にエレベーターがねどんどんできてますけども、あのエレベーターが必要なのは別に車椅子の人だけじゃなくて、実は全ての人に必要なことなんですよね。だってみんな年を取ればね、階段登れなくなるわけですから。 HSC っていうのはやはりそういう、そのみんながこう心地よくね、幸せに生きるヒントをね与えてくれる人だと、まあ、いうふうにご理解が広がってくるといいなと思います。